平行高度とは、熱力学ダイアグラムにおいて、自由対流層を上昇してきた空気階の温度と環境温度が再び一致し、それ以降は空気階が自ら上昇できなくなる高度のこと。中立高度、浮力ゼロ高度などともいう。熱力学ダイアグラム上の L 空気階を断熱的に上昇させていくと、持ち上げ凝結高度以降は、凝結により雲が成長し、 湿潤断熱減率に沿って緩やかに冷やされ、やがて空気階は周囲の空気の気温と一致する自由対流高度まで達する。LFC から少し持ち上げられた空気階は上昇しても周囲より常に暖かい状態となるため空気階は自身の持つ浮力のみで勝手に上昇し続けるようになる。しかし湿潤断熱減率は 環境温度に近づき始め、やがて再び同じ温度となる。これが平行高度である。この高度より上では、浮力がなくなるため空気階自身の力では上昇しない。平行高度が高いと、より高い高度まで、積雲や積乱雲の成長が促されることになり、大気が不安定であることを意味する。一般的に、平行高度は、積乱雲の雲頂高度と、ほぼ一致する。 またこの高度は対流圏海面にも近いため上昇気流は成層圏の強風や冷気に押し戻されて水平に広がり金床雲に変形する上昇気流が強い場合は平行高度を超えてさらに積乱雲が上昇しオーバーシューティングトップと呼ばれるこんもりとした高まりを形成する自由対流高度から平行高度までの大気層を自由対流層という ありがとうございます。